私はまゆ、3歳の息子りくの母親で、もうすぐ2人目の出産を迎える専業主婦。夫婦2人とも実家が遠いので、産後は夫健吾が育休を取ってくれるという話だったが。は？どういう意味？いやだから、俺は家事ができないだろ？だから、知り合いに手伝ってもらおうって話。だから、その知り合いって誰よ？仕事関係で知り合った彩香さんって人なんだけど、俺が育休取るって話をしたら手伝ってくれるって。悪いけど、そんな誰かわからない人に手伝ってもらうなら、お金払って産後サポートサービスにお願いするわ。それだって誰かわからない人が来るんだろ？だったら彩香さんにお願いしたっていいじゃないか。その彩香さんってそもそも何なの？仕事関係って何？同僚ってこと？3ヶ月前から派遣できている人で、バツイチのシングルマザーだよ。俺が嫁の入院中に息子の世話と家事やるから大変だって話をしたら、じゃあ手伝いますよって言ってくれてさ、彩香さんの息子もリクと年が近いっていうし、いい遊び相手になるって。いや、絶対にやめて。なんでだよ、お前だって言ってただろ、普段家事も育児もやらない俺が入院中にちゃんとできるか心配だって。それは心配だからちゃんと頑張ってねって意味で、よく知らない人を家に呼んで手伝ってもらおうなんて思ってもいなかったわよ。けどもうお願いしちゃったし、手伝ってもらうつもりだから。だから嫌だって言ってるでしょ。じゃあお前が退院するまでならいいだろ、俺一人で家事と陸の世話は難しいからさ。自分がいない時に知らない女の人が自宅に入ってあれこれ触られたり息子の面倒を見るなんて嫌に決まっているでしょ。お前は知らない人だろうけど、俺にとっては知っている人なんだし、そこまで嫌がらなくてもいいじゃないか。とにかくもう頼んじゃったし、彩香さんも休み調整してくれることになったし、断るのは無理だから。それだったら実家に帰るわよ。もうすぐ予定日で向こうで出産できる病院見つからないんだろ。それにお母さん腰悪くしてるって言ってたじゃないか。俺の実家は母さんいないから頼れないんだし、やっぱり親切な人にお世話になるのが一番だって。なんかおかしい。本当に仕事関係の人？翌日、私は親友の秋に相談した。何それ、おかしくない？やっぱり秋もそう思うよね。思うよ。私だったら絶対に嫌。そもそも信用を受ける人かわからないのに家にあげるの怖いよ。貴重品とか狙われる可能性もあるのに。健吾はそんなこと夢にも思っていないみたい。健吾さんもどうかと思うけど、その女もおかしくない？普通、奥さんが出産で入院してる男の家に手伝いなんて言い出さないって、変な誤解されたくないじゃない。そうだよね。100歩譲って断りきれなかったとしても、普通は奥さんであるまゆが納得しているのか聞いてくると思うよ。私もそう思う。あんまりこういうこと言いたくないけど、そのシングルマザーと健吾さん、本当に何でもないんだよね。例えば不倫まで行かなくても健吾さんがその新ママに気があって真由がいない時にみたいな。私もそれちょっと考えた。逆パターンもあるけどね、新ママが健吾さん気に入ってて真由がいない間に家を乗っ取るみたいな。乗っ取るって1週間だけだけど。1週間もあれば健吾さんと体の関係持ってリク君を手なずけてって考えてるかもよ。なるほどね。とにかく絶対に家に入れるのを許したらダメだよ。でもさ、入院中はどうしようもなくない？入れてないよって嘘つかれる可能性もあるんだし。そうだね。あ、じゃあいいこと考えた。何何？こんなのはどう？その夜、健吾、昨日話した彩香さんのことだけど、手伝いに呼んでもいいよ。え？どうしたの急に？別に、ただ、そこまで健吾が大変だって言うなら、サポートしてもらうのも悪くないなって思っただけ。そうか、助かるよ。だから、私の知り合いも呼ぶことにしたから。え？拓也さんっていう男の人なんだけど、料理も上手だし、掃除や片付けも得意な人がいるんだ。はぁ？ちょっと待てよ。なんで見ず知らずの男をうちに呼ぶんだよ。いや、私の知り合いだよ。健吾は知らないだけで。拓也さんは、小学生の子供が二人いる専業主婦なんだよ。リクのことも安心して任せられるわ。俺がその拓也って人を知らないのに、なんで呼ぶんだよ。私だって、その彩香さん全然知らないけど。ああ、わかった。お前、焼いてるんだろ。俺と彩香さんを誤解してるんだろ。そういうんじゃないからな。そういうって何よ。だから、俺と彩香さんは何でもないんだって。でもさ、嫁がいない間に他の女を家に連れ込んでるって、冷静に考えたらそういう誤解を受けても仕方ないって思わない？いや、でも。だから、もう一人いた方がいいじゃない？その方が、健吾も私に変な誤解されなくていいでしょ？それはそうだけど、家に知らない男がいるって、ちょっと怖いんだけど。でももう頼んじゃったし。なんで勝手に決めるんだよ。え？健吾に言われたこと、そのままお返ししてるだけだけど。安心して、拓也さんは身元もしっかりしてる人だから。ああ、もう、わかったよ。彩香さん来るの断ればいいんだろ。え？別にいいわよ。それに、彩香さん断っても、拓也さんは来てもらうしね。なんでだよ。なんでって、健吾が家のことやるの無理なんでしょ？だったらこの家の主婦である私が代わりにやってくれる人を探してくる方が普通じゃない。普通じゃないだろ。なんで怒ってるの？とにかくもう頼んじゃったから断れないので。なあ。じゃあおやすみ。それから数日が、
私は予定日より早く陣痛が来て入院することになった。赤ちゃんはすんなりと生まれ、すぐに拓也さんにお願いして、家に泊まりで家事と陸の世話をお願いした。そして退院の日。まゆ、退院おめでとう。ありがとう。あれ？健吾さんは？ああ、実は退院を一日早めてもらったの。だから、今日退院だとは言ってない。そっか。あ、拓也からいろいろ話聞いてるよ。今伝えてもいい？うん。彩香って人、やっぱり来たみたいよ。え？健吾は断ったって言ってたのに？うん、それは本当みたい。健吾さんもびっくりしてたらしいから、ノリノリで短いスカート履いてやってきたら、拓也も言ってびっくりしてたって。へえ。あれは間違いなく健吾さん狙ってきてたって。それで彩香はまだ来ているの？うん、毎日懲りずにね。健吾さんも拓也が見張っているから表向きは困っている顔してるけど、悪い気はしてないみたい。はあ。多分今日も来ているみたいだから、どうするかは真由が決めなさい。そうね、いろいろありがとう。ん？どうしたの？し、全然健吾さんと二人きりになれないじゃない。ごめん、こんなことになると思わなくて。あの拓也って人、いつになったら追い出してくれるの？奥さん、明日帰ってくるんでしょ？せっかくゆっくりできると思ったのに。俺だってそうしたいんだけど、下手なことして嫁にバレたら困るしさ。奥さんって私たちのこと気づいてるのかな？大丈夫だろ、怪しんでるかもだけど、いずれ子育てで忙しくなればそれどころじゃなくなるって。へえ、そうだったんだ。え？なんで？退院は明日だろ。念のために一日早めたの。そんなことより健吾、やっぱり不倫してたんだ。怪しいと思ったわ。いや、これは誤解だって。今更ですよ。ちなみにさっきの二人の会話は録音済みですから。え？あ、私用事思い出したから帰りますね。帰るのはいいですけど、あなたにも慰謝料請求はしますから覚悟してくださいね。は、私は何も。とにかく帰ります。まゆちゃんお帰り、証拠押さえておいてよ。ありがとう、拓也兄ちゃん。拓也兄ちゃん？言ってなかった？拓也さんは私の幼馴染でお兄ちゃんみたいな存在なの。ちなみに秋の旦那さんね。え？知らなかった。言ったでしょ、妹はしっかりしてるって。健吾くんと彩香さんが隠れてこそこそイチャついてる写真何枚も撮れたから送信しておくね。は？ありがとう。ってことでこれはまっすぐ離婚コースかな。ちょっと待てって、急すぎるだろ。何言ってんの。こそこそどころか堂々と不倫相手家に連れ込もうとしていたくせに、私に内緒で連れ込んだら後でご近所に何言われるかわからないものね。だからって堂々としすぎじゃない。ごめん、つい魔が差して。魔が差した？誰の子を産んだと思ってるのよ。あんたみたいな最低男、父親の資格ないから。まゆちゃん、一応荷物まとめておいたよ。ありがとう。じゃあ秋、荷物うちに運ぼうか。はい、りくくんも一緒に行こうね。うん。何する気だ？そんなの決まっているでしょ。ここを出ていくのよ、離婚するから。あ、私言ってませんでしたけど、実は弁護士なので。は？親友を傷つけたので徹底的にやらせてもらいますね。そういうことだから。そんな。じゃあね。呆然として崩れ落ちた健吾を放置して、私たちは秋の家に向かうのだった。その後、秋の容赦ない追い込みにより、健吾は定時通りの慰謝料と養育費を一括で支払ってくれた。ちなみに、彩香の方は逃げ回っていたが、彩香の両親に連絡をして、そちらから慰謝料を回収済みだ。え？実家に帰る？うん、そうしようと思って。うちはいつまでもいてくれていいんだよ。りくくんも赤ちゃんも可愛いし。そうだよ、俺も久しぶりに小さい子の世話ができて楽しんでいるんだしさ。ありがとう。でもずっとここにいると居心地良すぎて甘えっぱなしになっちゃうから。甘えればいいよ、俺たちは全然気にしてないし。そうよ、嬉しいけど子供たちのために自立もしたいし、うちの親にも心配かけたから。そっか、それに健吾が離婚してもしつこいし、実家にはうちのお父さんがいるから。ああ、まゆのパパおっかないもんね。確かに。二人には感謝しているわ、これからもよろしくね。頼りになる親友と幼馴染に負けないよう、子供たちのためにも胸を張って生きていこうと思うのだった。